なに？皆様の衆よ、ついに我々猫ファミリアが反撃する時がやって、なあ！いや！なあ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 ！いきなりやるっていうのは、にゃあ！ノー！くんじゃないよ！皆様ついに我々猫ファミリー反撃する日がやってきました。今まで散々フライパンで叩かれたのはもうコリコリだと。もう耐えられ、にゃい。というわけで、が入ってる壺、よいしょ。おー。新たな極秘情報を入手することができましたね。どうやら、この監獄から出れるみたいなんですよ！お前見て、猫のエッチな動画。そのためには、まず、わかりますか皆さん。上に行くんですよ。おばあちゃんね、なんか模様替えされてね。見て。ほらほら、なに、あ、ほらなにあれ、なにこれ、これなに、こんなのなかったって。ほら、こっから住んでるのかもしれない。こっからついに、監獄から、脱出できるのかもしれない。この透明なバリアは何だと、今まで見たことない、この透明なバリア、この透明なバリアが俺らはこの韓国から出ることを止めてる。我々の猫ファミリアによって、その前にお腹が減ったからご飯を食べようと思うけど、またこれクソデブい口の中に入んないご飯を俺に、見てこれ、前にも進めるし、前にも高速バックステップ、バックステップもできる。おいおいおい、なんだこれ、今まで散々言ってるやろ、こんなん食べれないって。何回言えばいいねん。無視してんじゃ、ないよ。なんなの換気扇。あそこから家出れんじゃね、あそこからワンちゃん、皆さん。あそこから出れる。あそこから出れる。あそこから出れる。この、拷問所から。ゴー、ノー。フライパンパパが来る。いけるいける、ノー、頼む、ノー、なんでだよ、なんでだよ、ノー、ノー、ノー、どうやって出んだ、どうやって出るんだよ。ちょ、待ってよ、パソコンで調べるしかない。パソコンで調べて韓国から脱出する方法、パスワード、そらパスワード必要だったんだ。おばあちゃんがどっかにパスワード隠してるはずなのよ、この裏とかか、クソが。どこ、俺がおばあちゃんだったらどこにパスワードを隠すかと、この裏とか、あ、おう、おう、おう、んにゃー、どこだどこだ、おい、どこだパスワード、なんか USB あったんだけど、なんだこの USB、 これ絶対おばあちゃんやばいの隠してる。どうやって刺すんだ、ちょっとパソコンが極秘し、おー、あー、うん、ハッキングしてます、ハッキングしてます、あー、うん、クソパソコン、ログインできた、ログインできた、オーシッ、オーシッ、オーノーノーノー、どうやってログインしたんだよ俺今、俺今どうやってログインしたんだよ、外へ出たいのに、くそー、お、なんだこれ、あるぞ、ピアノの文字が F A C D D、ミスった、 F A C、 先ほど猫ファミリアからまた連絡ありました。なんとこの、見てください、この時計、この巨大な時計の裏になんか出口があるっぽいのよ、ある、あ、お、あ、本当だ、見て見て、かつてここに閉じ込められた猫のダイイングメッセージによって、この峠の裏に、お前たら、え、どいつ、ノー、この裏に行けないと脱出できないってことか。なるほどね。そういうことか。そういうことか。ノー、硬え。これ硬えぞ。これ。お、お、
入ってた。どうやってやる。おうおう、取れ、あす、あー取れねえ。取れ、どうしたいな。テレポートか、テレポート能力使うしかない。最近身につけた俺が。猫になって身につけたテレポート能力を使えばワンチャンこの中に貫通できるかもしれない。最近練習してんのよ、俺のテレポート能力。皆さん、俺のテレポート能力見たい？そしたら、ワンチャン、この裏の部屋に行けるかもしれない。オッケー、これも最近学んだんだけど、これ、なんか、テレポートできるっぽいのよ。じゃあ一回、どこだここ。What the fuck? No! オッケー、無理だ。What the fuck is that? No!What the? ああああええ入れた！見てください！見て！自由だ！でも自由じゃなくね？秘密の部屋！皆さん、ついにおばあちゃんが隠してた秘密の部屋に瞬間移動能力を使って入ることができました。見えたこれ、おう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 、ついに自由の実か、自由の実か、ここにあるのか、はっはっはっはいける、え、いけない、え、なんでいけないの。瞬間移動使うしかないのか、皆さん、これはこれは瞬間移動使ってこの映画に出れるぞ、俺は。おうしぇ、あ、いったー、壁がある、壁があるー、のー、でも大丈夫、でも大丈夫、踏ん張るんですよ、踏ん張る、踏ん張ったものには、うわー出たー、え、ノー、どうやって出んの、挟まってる、え、どうなってんの、どうなってんの、どうなってん、お、自由だー、自由だ、皆さん、ノーノー、え、ノーノー、やっと自由になれたと思ったのに、俺はこれは自由じゃなかった。皆さん、自由なんてなかったんだこの世界には。この世界だよ、カフェの向こうは自由ではなかった、自由に囚われた俺たちだったのよ。これ、What the? ああ